次の参議院選挙からいよいよネット選挙が解禁されます。これからは選挙期間中でもネットを活用して候補者の政策や考えをより深く理解したり自分の意見を発信したりできるようになります。来年の参議院選挙までの解禁を目指していきたい。総理に就任した際、私は参院選までのネット選挙解禁を掲げ、その後できる限り早く実現するよう取り組んできました。その間、若い人たちが中心となってネット選挙解禁を呼びかける動きが起こり、後押しをしてくれました。例えばワンボイスキャンペーンというムーブメントは、著名人や国会議員も巻き込みながら世の中の機運を大いに高めてくれました。政治に関心を持ち積極的に関わろうとしている若い人たちがたくさんいることを実感し、頼もしく感じました。今回のネット選挙解禁が若い人たちと政治の距離を近づけるという意味でも大きなきっかけになればと思います。私も日頃 Facebook などのソーシャルメディアで発信をしていますが、ぜひ若い皆さんの声もたくさん発信してください。ネット選挙は誰もが初めての体験です。なぜ試行錯誤をしながら日本の新しい政治の形を作り上げていきましょう。